広瀬義正は、栃木県宇都宮市出身の、元自転車プロロードレース選手。チームブリジストアンカー、スキルシマノを経て、地元で自ら立ち上げた宇都宮ブリッツェンに所属。現、宇都宮ブリッツェンの運営会社副社長。もともと、運動が大好きで空手や野球、テニスなど様々なスポーツをやっていたが、自転車部に入っていた兄の影響から高校1年生時より、 自転車競技を始めた。地元で行われたジャパンカップサイクルロードレースという大きな国際大会を見て衝撃を受け、自分もロードレースの世界でヨーロッパでプロになりたいと誓い、そこからロードレース一本となった。2006年の戦績によりオールラウンダーとして2007から2008年はヨーロッパツアーを転戦。 2009年のジャパンカップサイクルロードレースでは、山岳賞を獲得し、観客の注目を集めた。2012年6月の JPT 第8戦、JBCF 東日本ロードクラシックにて、競技生活20年目にして、メジャーロードレースでの初勝利を飾った。作新学院高等部、自転車競技部卒業後、佐野のクラブチーム、X ドに所属。 1998年、1999年、2001年、2003年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2012年、2016年、2020年。ありがとうございます。